はようございます。国立に来ました。ついに決勝戦です。青森山田対近江高校、2年ぶりの優勝をぜひ勝ち取ってほしいです。今日は決勝戦ということでめちゃめちゃ人います。それだけ注目カードなんで、国立約5万人入るスタジアムなんで、満員の国立で最高の景色を見れるように頑張ってほしいです。僕もしっかり応援席で応援したいと思います。それでは試合に行きましょう。レッツゴー。申します。よろしくお願いします。この後まもなく応援歌グロリアスを歌います。 BE:FIRST の決勝スペシャルライブを開催しようと、近江を倒す準備はできてますか？よっ2年ぶり4回目の優勝いけますか？さすがです、青森山田高校。ではぜひ皆さん右手を上げていただいて、そしてリズムに合わせてその右手を左、右、左、右と、ああ素晴らしい、素晴らしい、まさに百戦百戦一瞬の心、このような形でこの応援歌盛り上げていただきたいと思います。ありがとうございます。第102回全国高校サッカー選手権大会、応援歌グロリアスを歌う BE:FIRST の皆さんです。ようこそ。それでは最後の前にまずはベオさん一言お願いします。はい、まずは、こんな素晴らしい日々を歌わせていただけることを本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。それでも高校サッカーをやっている学生の皆さんと、そしてそれに携わっている全ての方に向けて自分たち精一杯この曲を作らせていただきました。そんな思いを込めながら精一杯命がけで歌わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではスタジアム一つになって盛り上がっていきましょう。それでは参りましょう。応援歌スペシャルライブ BE:FIRST でグロリアス。BE:FIRST の皆さん、ありがとうございました。どうぞ皆さん、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、選手たち、そして皆さんにエールをお願いします。赤のチェック越しです。本当に人生の中で一度きりの経験だと思うので、後悔も送らないように全力で楽しんでください。ありがとうございます。BE:FIRST の皆さんによるグロリアス応援歌スペシャルライブ。自動車をサポートする取り組みを今大会一番近くです。この問題には目の前に理事長と校長がいます。そのため指導者ばかりでなく選手や一番優の手お願いします。
決勝戦、青森県代表青森山田高校対滋賀県代表近江高等学校、両校選手の入場です。
インスタエグいだろうなってどういうこと。呼ばれてる。
んなあんな感じ。ということで第102回全国高校サッカー選手権大会決勝戦、青森山田高校対近江高校の一戦は3対1で青森山田高校が勝利しました。青森山田高校の皆さん、優勝おめでとうございます。本当に素晴らしい試合を見せていただきました。今年の3年生に関してはすごくいい経験ができたかなと思います。プレミアと選手権2冠っていうね、本当に素晴らしい結果を残してくれて、卒業生として本当に感動感激しております。僕も今ソサイチっていう競技をプレーしてるんですけど、青森山田に負けないぐらい僕もソサイチっていう競技を頑張ろうっていう風に思えるので、切磋琢磨しながらというか、僕が言うのもすごいおこがましいんですけど、青森山田高校の活躍を見て僕も刺激を受けてチームの活動っていうのを頑張っております。今回卒業する3年生に関しては本当に素晴らしい経験を手に入れたと思います。2冠っていうね、本当に素晴らしいものだと思うので、これを今後の人生に必ず役立てるように、そして青森山田での生活、学んだことっていうのを忘れないように、これからの人生に生かしていってほしいなっていうふうに思います。1、2年生に関しては今年本当素晴らしいね、先輩たちの姿を見てきたと思うので、来年以降にまたそれを生かして、やってほしいなっていうふうに思います。1、2年生はここからね、まあ規制があるのかどうかわからないですけど、1月、2月、3月と地獄の雪中トレーニングが待ってるかと思うんですけど、そこもしっかりみんなで頑張って乗り切ってもらって、来シーズンの開幕から、そして来年のこの選手権の決勝まで、後輩たちがプレーしているところっていうのを見たいですし、また来年も観戦に行こうと思いますので、ぜひ青森山田高校の皆さんは本当に、頑張ってほしいです。正木監督、優勝おめでとうございます。黒田前監督から引き継いで、非常にプレッシャーのかかる苦しい1年だったのかなと思いますが、本当に選手たちも頑張ってましたし、よりチームになってる一体感はすごいなっていうふうに思いました。青森山田高校の飛躍と、正木監督の活躍を今後も期待しております。正木さん、頑張ってください。はい、ということで青森山田高校に関わる全ての皆様、優勝本当におめでとうございます。僕もね、今大会の青森山田の活躍を見て本当に刺激を受けて、やっぱり青森山田ってすごいなと、青森山田が絶対王者だなと、すごく刺激をもらいました。僕自身も今ソサイチっていう競技をプレーしていたり、あとは自分のチームをね、運営したりしているので、僕自身の活動の様子っていうのをこの YouTube っていう媒体を通してお伝えできればなと思ってます。青森山田で中高6年間教わった人としてのところだったりだとか、そういうプレー面に関しても、青森山田で学んだことっていうのが一番根底にあるので、そういった活動の様子とかもぜひこちらの
チャンネルで見ていただければなと思います。青森山田のますますの発展ご活躍を期待しております。来年以降も応援します。優勝本当におめでとうございました。本日の動画は以上になります。今日の動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。